帽子と、うん、帽子とポニーテールどっちがいいですか？ポニーテール。じゃあ聞くなよ。じゃあ聞くなよ。帽子とポニーテールどっちがいいですか？帽子かぶってるのか。それはすごい難しいですね。で帽子可愛いです。あ、じゃあ帽子にしようかな。おさま。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあバーに向かいましょう。帽子がいいって言ってましたよ、選手は。え、帽子とポニーテールが、帽子の方がいいって言ってました。すごいね、この瞬間的な接点だけで、やっぱだからカブちゃん、やっぱ見た目はいいんだよ。見た目ですか？うん、本当ですか？僕らバーに行ったことがないんで、はい、ちょっと案内していただきたいんですよね。岐阜駅は向こうです、ね、向こうです、はい、反対側です。徒歩どのくらい？徒歩だと10分ぐらいなんだよ。10分、あ、10分、15分ぐらいなんだよ。この街並みを見ていたら10分はすぐですね。あのね、気使ってください。もうちょっと上手に言ってもらえないと。ワンコインでないですね。700円くらいで。そうだね、行けちゃいますね。あの、変に柳瀬を近くしなくて大丈夫。全然。そうだ、そう、いわゆるその飲み屋さん系が、あのね、あの信号から向こうが柳瀬。あ、すー、ほら、あった、あれが7やつ。あれが伝説の、あれが伝説の7やつか。あの、さっき言ってた、あのうちのサブライバーの店長と乗り打ちしてるホールですね。あ、これがもう噂の7やで。これが噂の七屋さんですか。すごいですね、ほんとシャッターですね。そうなんだよ。 でもだって日曜ですけど、3連休の中身ですよね。そうだよね、明日休みだよね。そうなんですよ、うん、もう全くやる気がないでしょ。空いてていいはずなんですけどね。そうなんだよ。ただこれが東柳瀬、これ日曜日の東柳瀬はこんな感じです。これ住宅街じゃないですか？住宅街でまだ9時半よ。マリア空いてますよ。これね、実はあの看板付いてるだけでやってないです。日曜日はもうお休みなんで、皆さん日月大体みんな休むんだね。休館日なんですね。そう、祝日前なのに悲しいですね。3連休の中日よ。うん、本当ですよ。この腹の座り方、金儲けする気が一切ない。なんすかこれ、綺麗な。これラボロテビルって、これが奥さんとやってみるんです。ラブホテル、これがラコルテビルって言って、はい、ラコルテビル。あ、ラブホテルって聞こえました。ラブホテルじゃないです。ラコルテビル。ラコルテ。あ、ラコルテ。奥さんと出会ってみる。出会ってみる。素敵です。はい、始まりの場所です。じゃあ奥さん会いたいですもん。だってめちゃめちゃ可愛い。私フォローしてますからね、ツイッター。フォローしてますよ。ネイルめっちゃ。あ、で、ほら、ね、うちのビルやってるのうちだけど。これですか、あの唯一明かりがついてる。これが、あれが店長ですね。あれが店長ですね。店長、あれが店長。お邪魔します。みんな待ってましたね。これが店長。見ました。いただきます。サブライバー1周年いただきます。では乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早いいいね。明日ビジョン来んの？それは明日はもうとことまで来る。お前今日ワシントンホテル部屋ナンバー715。ニューさんチャンス。なんでやねん。715チャンス。715チャンス。715チャンス。おしゃれなバー、おしゃれなバーや。あ、来ました。これの方がね、良かったね。はい。あ、そこまででいいんだよね。めっちゃ面白かった。楽しいですか？グッバイ。運命の人は
麦わらだ。明日も頑張りましょう。明日も俺もとことん行くから、はい、お願いします。お前これどう編集するの？俺分かんないけど、編集しようがないです。記念、記念 VTR。 俺カメラ回してるけど編集しようがないんだよ。しようがないよね。でも、そこがね、そこがいいですよ。山本、はい、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 山本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 、1年経ちましたが、またこの先うちでもよろしくお願いします。かわいい名前は。とりあえずじゃあサブライバー、1周年、はい、迎えました。無事に1年続いたね。よかったね。無事にこれからの1周年、2周年、3周年と続けると思います。意気込みというか何ですか、うん、じゃあお前言えば、はい、まだまだ未熟者ですけども、はい、みんなに愛されるキャラに徹して、はい、もっとお酒の勉強もして、はい、また来たいなって思ってもらう店にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、面白くなると思う。面白くしようと思ってない。彼女はすごくその性欲が強いんですね。なるほど。性欲大魔人でございます。そう、性欲大魔人にございまして、であわよくば、あわよくばその私をさらわれて、麦わらの帽子の君が。ただ思ったんですけど、岐阜タンメン食いたいですよね。食べたいです。行きましょう。今から近いですか？マジか。近いけど。全然食べれます。あ、大丈夫。